さんこんにちは。今ね、いきなり平行像っていう人と、この広広景みたいな人ちょっと喧嘩やってきて、ちょっとちょっと動画にしました。ちょっと今なんだっけ、いきなり喧嘩やってきたんですよ。大人気取ったっていうか、俺のさっきの技でさ、ちょっと今喧嘩やってきてます、この人。でちょっとうるさい。よし、アカウント取ろう。俺そしてこのケンセイさんが今、ケンセイさんと僕で仲間っていうか、喧嘩売られた人ですね。だからケンセイさんは僕の仲間みたいな。はい。このピコゾロってやつとヒロケイさんがとトマル77ってやつが喧嘩売ってきてます、いきなり。来た。よし、オッケー。あ、これこいつ結構すぐ乗ってれるな。結構鍵甘いね、守りが甘い。甘い。この人舐めません、汚いです。死に。チンコ舐めとき。意外ですね。チンコ舐めときですか。調子乗ってます。あら、やだ、怖い。もう女か。ねえねえ、乗っ取られたって怖い。乗っ取られたと思ってさ、すげえ怖くしてさ、敬語になってるよ。気持ち悪い。発言がキッズなんですよ。舐めませんって。これはね、人間の心理学で動揺してるって意味だから。思ってねえよって送ってる。後からね、あれしても無駄だって。もう出ちゃってるから。でマジでこの人がいきなり喧嘩やってきたんですよ。ほんまに。いきなり。え、俺心理学の悪い人は大学行ってるから。いきなりですよ、ほんまに。いきなり。お前の心理とか言ったってんですよ。いきなり喧嘩やってきて。ほんまないわ。おい、イチコロメンバー聞こえてる？うん。3人でブワーって攻撃するぞ。いいよ。出た、気持ち悪い。行くよ。何を変なの来る。こいつらほんまマジで口調なんだよ。この猫のやつ。この赤い顔の人はさ、ホストさんはさ、もういいから。なんか俺のことはもういいらしいですよ。嘘つきだったらこんなくだらないところにいるよりどっか行け。お前がどっか行け。お前らが喧嘩やってきたら。喧嘩ってきたからねえねえ、ちょっと見本見せてくんない？ねえ、ちょっとパーティーで、あ、パーティーじゃねえ、メッセージで見本見せてくんね。パーティー心理学習ってんだなって意味わかんない。心理学の動画とかなんか誰か見てますね。もっといいとこで頭使え。心理学の動画見てますね、誰か。それを全くその動画のこと、その動画の人が言ったことを絶対真似て多分言ってくると思いますよ。俺カツヤの人送ってないよ。送ってないけど、あ、こちら言ってんだよ。チャットしなくなっただけで、キモい。調子乗ってますよね、マジで。で、この人はなんか、YouTube をしてるとか言って、YouTube をしてるらしいですよ。で、こうやってすぐ下ネタとかでさ、言って、気持ち悪い。で、この人、人にチャット、喋れるんならチャットすなとか言ってるくせに、この人チャットできるくせに、あ、チャットできるくせにチャット&イベントにメッセージ書いてるんですよ。いいのかな。でもこの猫